ですね、今回の企画は、キルをしていたら悪魔の家庭校の会です。よろしくお願いします。人一人一人声真似で自己紹介してもらおうかな。じゃあ僕の画面の左から行こう。まずはマスオノスケさんどうぞ。いや僕がいい。どうもサザエマシラのマスオノスケだよ。うますぎ。はい次はね、あのマロさんの声真似大会のリーダーの方にも選ばれた彦田くんですどうぞ。水柱富岡義勇だ。よろしく頼む。次もまた、声真似大会の方にリーダーで選ばれたアゴミさんです。どうぞ、声真似。鬼殺隊虫柱、胡蝶忍。親方様の肉壁となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次は、龍くんです。人類の未来に、心臓を捧げる、リヴァイだ。って感じで、みんなこんだけ声真似がうまいんで、やっていったと思う。あれおい、準備しろよ、準備いい感じだったのに。いい感じ。あ、フキンがいるな。バカバカ。声真似が。皆さん、こんにちは。あ、ごめん。地声を出しちゃいけないよ。ガキども。了解しました。これはどういう状況だ。いいだろ。いや、フキンさんがいるのかい。みんな、俺の方にフキンがいるんだけど。親方さん不在だ。白玉団子しかいねえ。白玉団子って誰のこと？まさか僕のことじゃないだろうね。うん、この青団子。もちろんお前ら。絶対つかないな。この気色悪いうまか。お前の手白玉団子だろうが。どこが白玉団子だよ。ほんとや。どっからどう見ても白玉団子だ。腹出てんぞ、白玉団子。おいしそう。僕食べられちゃうのかな。ですね。じゃあマスオさん今回はどこに行きますか。そうだな。ちょっと長生きしたいんだけども、やっぱりここに行こう。めちゃめちゃ来るじゃん。なあ、長生きしたいのにそこに行くの。やっぱりね、視聴者は白熱したバトルが見たいんだよ。なるほど、そんなとこまで考えてくれているのか。早く敵をやるよ。とりあえず胡蝶目を見るでしょ。敵いなくねえか。敵いねえじゃねえか。いねえじゃねえか。どういうこと。何が白熱だ。あららら、白熱のクソ持ちもねえな。では M4 があったらください。誰がやるかよ。パワーがごら。いや、よこせよ。タヌキごときに銃は持てない。タヌキだって僕怒ったんだからね。どんまいどんまい寿司ざんまいどんまいどんまい、はい、遊び日でーす。そういう日もある。あ、 M4 ありました。国語が余ってるんで、よければどうぞ。何、僕が行くしかないよね。リヴァイ兵長、君は空を飛んで移動しなさい。車は僕がいただくよ。おい、ちょっと待て、撃つぞおめえ。やべ、出ちゃった。ふはってふはって繰り返さないでください。がっつり地声だぞ。繰り返さないでください。絶対に出しちゃいけないものを出しちゃったね。一緒に聞こう。なんだ、セクハラで訴えるんじゃねえぞ。覚悟はしてんだね。うわ、お、ナイス、あれ、ナイス、ナイス、アゴミ。じゃあどうする。リュウさんから変えていきますか。声真似上から順に行こうか。あ、そういうことね。了解した。じゃあ今度はこっちの声で行くぞ。ガイドキットだ。ガイドキット様、ウソップだ。ウソップだな。私もキルしました。ウソップで行くのか。おい、ルフィ。もうらい。俺には8000人の部下がいるわ。オーマイガ。
あんまいかないマジかよ。ほんと下手くそだな。誰が下手くそだって。僕はタイムマシンにしか乗ったことがないんだよ。え、右にシャオン、右シャオン銃声な、シャオンじゃなくて。あ、死んじゃった。あ、見た、そうだ。あ、2キル目これ。あ、また左にもいる。ボッティだ、ボッティ。ナイスオー。こいつのキルはいただいていくぜ。え、じゃあこれは誰が声真似を変える感じかな。富岡さん、富岡さん変える。富岡さんですね。俺が変えようか。俺が変えるのか。うん、お願いします。いいだろう。また重生してんだ。誰よりも派手に鬼の首を切ってやろう。おっ、うずいさんだ。うずいさん、待て、ぼっといすぎじゃねん。僕もやりたいんだけど。私もやりたいんですけど。いいペースでボットが湧いてんじゃねえか。やっちゃった。全然気がない。次はドラちゃんですね。いい、じゃあどうしようかな。僕誰しようかな。みんなちょっと待って、置いてかれたぞ。ボットください。ワンパンマンの画廊知ってるかな。みんな知ってる。よく見るぞ。知ってるな。おい、オーマイガー。オッケーオッケー、じゃあ行くよ。じゃあ僕はS級ヒーロー、お前を狩るぜ。よし、じゃあ俺は画廊の声。かっこいい。マスディビでーす。ありがとう。かっこいいな。かっこいいな、おい。俺はヒーローしか狩らないから、あとは頼んだぞ。後ろ誰だ。83人。いや、だいぶ残ったな、おい、これ。いないんだけど。ダンマイ、ダンマイ。あ、ちょっと見っけ。あ、死んでんだ、これ。マソディビでーす。ダンマイ、ダンマイ。ちょっと、俺もらっていくぞ。これ死んでんだ、おい。ダンマイ。寿司ダンマイ。寿司ダンマイちゃうねえ。ダンマイ。寿司ダンマイ。お前、これ画廊の声真似でも何でもなくなっちまったぜ。そのやりとり、いつまでやるんだ。死ぬまで。死ぬまで。どんかっとるまでだよ。俺が来るぞ。俺に殺されに来たのか。ゼロキルだぜ、ガチで。俺もゼロキルだ。ナイス。私もゼロキルだ。はい、っていうことで。マスター、俺が、僕が帰ればいいのかい。そうだ。そうだぜ。じゃあ、何しよっかな。あ、いや、コンプリだよ。なかなかサイコパスなルーフィーが来てしまったな。意外な。よろしくね。ちょっと待て。あ、敵、車が止まってんぞ、おい。車止まってんぞ、おい。おい、こっち来ちまったじゃねえか。ガチで聞く。じゃあ、そこには行きません。とっとかないよ。俺が狩るぜ。大丈夫？ノッチの方向にいるかだけ教えてくれないか。ど、60と75の岡村だ。了解した。岡村？マソディビでー。岡村ですか？岡村じゃねえ。万博性な、ありゃ。ミリーか。僕が夢の国へ連れて行くよ。シャオンが入ってる。死ぬ。そっち行ったぞ。果たしてやったくせー。生きた状態の金属バットに会えるかどうか。どう？もうやられたぞ、おい。ところで、グーフィーは何やってんだ、そこで。どうしたんだい、みんな。アゴミンが一枚やったってことは。胡蝶しのぶから。結構ダメージを与えてんだぜ。声変えていいぞ。マジマジ。それバイクだよ。大丈夫ですか？やられてんじゃねえか、おい、お前。やと。あら、箱が喋ってるようですけど。最後にアゴミ、お前声変えていいぞ。変えていいぞ。マスオさんが一人やったからな。マイメロね、クソガキッズを一人倒したみたい。やめろよ。いいね、箱の叫びを聞くのは気持ちいいね。やるよ。あとはグーフィーがやってくれるぞ。あよ。それマイメロが助けるよ。今ね。ここにね、ボットがいるよ。はい。ナイス。どこに？僕
の方にも一枚いるね。奥の方か。マジ？グーフィンは大丈夫か？あよ。アゴミを助けたいところではあるが。それ無理でも炊かなきゃあれは無理だぜ。その出血量。これは無理だよ。意識を保つのはギリギリ。どこが欲しいの？左だ。左の方から調整入った。なんか富岡さん出てきてる。どこが欲しいよ。間違えたぜおい。これだいぶ囲まれてんなおい。囲まれてるね。どこが欲しいよ。私の下に。うわいる。あれはボット君。わお。わお疲れ様。